はい、野上幸太郎君。はい、自由民主党の野上幸太郎でございます。よろしくお願いをいたします。まず最初にですね、議決権保有規制、いわゆる 5% ルールについて、質問させていただきたいと思います。今般の法案では現行規制の枠組みを維持しながらですね、事業再生ですとか、あるいはこの地域経済の活性化に資する効果が見込める場合にはですね、銀行がより柔軟に資本性の資金を供給できるように緩和をすると、こういう措置が盛り込まれています。でこの銀行の株式保有についてはですね、例えばアメリカでは銀商分離の原則をですね、徹底させる考えからですね、1933年のグラフスティール合ある法以来ですね、原則禁止をしています。一方ヨーロッパではですね、ユニバーサルバンク制のもと一般事業会社の議決権保有自体を制限することはしていませんが、銀行の健全性確保の観点から株式保有の総額に一定の制限をかけています。各国によってですね、やっぱりいろいろと違うわけでありますので、これやっぱり日本においても日本の実情に応じた規制をかけていかなきゃならないというふうに思います。で実はこの 5% ルールをめぐってはですね、自民党の部会でもかなりいろいろな議論がございましたが、私は今般の改正はですね、いわゆる銀行の健全性と地域経済の再生のバランスを取った改正になっているというふうに思います。そして特にですね、やっぱり現在の地域経済を再生していく中で、銀行が資本性の資金を供給しやすくするということは、私は極めて意義があるというふうに思っております。そこでまずこの銀行の健全性という観点とですね、地域経済の再生ということを踏まえて、こうした見直しを行うこととした背景と、この見直しの狙いについて麻生大臣にお伺いしたいと思います。麻生担当大臣。これは野上先生ご指摘にありましたように 5% ルールというものはそもそもできた背景というものは、当時から銀行株の持ち合いやら何やら激しい時代、激しいというか、その多い時代もあった、あの時代にスタートしておりますけれども、いわゆる銀行が貸金業という本業以外の部分の方に、事業を傾斜させすぎることによって起きる、財務の健全性等々を失わないようにというのがそもそもの趣旨で、これをスタートさせておりますので、これは基本的に 5% ルールというのは堅持されてしかるべきものだと思っております。他方地方におけます、富山は富山の地域経済でいきますが、そこでリスクマネー取ってくれる人というのはなかなかおられないというのが、地方にいる実態だと思っておりますので、そういったリスクマネーの出し手が不足している現状というものを考えたときにおいては、やっぱり銀行がある程度の資本性というか、資本性資金、リスクを取るということを取ることによって、そのリスクマネーを供給するということ、すなわち資本金を出すか金を貸すかという違いだけの話では、いやそれまでの話ですけれども、そういったものを整備することは大変重要な課題だと思っておりますので、今回は現行の規制と 5% の規制は維持をしていきますけれども、傾いた会社の事業の再生とか、それから、地域経済を活性化させていくための手段として、いわゆるある程度効果が持たれることは期待できるというのであれば、銀行が資本性資金を供給をすることによって、地域の経済なり、その資本リスクを取らないという資本家に対して、代わりに銀行としてはこれいけると思えば、そこのところに金が出せるようなものにするということにした方がいいのではないかと、現状に即しているのではないかということを考えて、基本的に今申し上げたような背景にしてルールを一部見直すということにさせていただくようにしようと思っている背景であります。野上幸太郎君。持ち主経済を考えるときにですね、ぜひこれは進めていかなきゃならない話だと思います。加えてですね、やはり今般の改正でですね、ベンチャー企業に対する例外規定の拡大というものが盛り込まれております。このベンチャー企業を育成するという視点も重要な視点でありますが、これまでは、いわゆるそのベンチャー企業に対する例外規定はですね、試験研究費というものが一つの基準になっておりまして、そうするといわゆる製造業が中心ということになってきます。ベンチャー
企業でですね、この製造業を中心でやっていくということもこれは重要な視点ですが、ベンチャー企業にはいろんな職種がありますので、そこの幅をですね、やっぱり広げていくということも重要だというふうに思いますが、この改正でですね、この例外規定の拡大と、この見直しを行うこととしていますが、この改正に至った背景、内容とですね、見込まれる効果についてお聞きをしたいと思います。森本金融庁総務企画局長。お答えいたします。ベンチャービジネス会社の株式につきましては、銀行等 の投資専門子会社が保有する場合には、いわゆる 5% ルールの例外とされておるところでございます。それで先生ご指摘のベンチャービジネス会社のこの定義につきましては、試験研究費等がですね、収入の一定割合以上でなければならない等の制限がございまして、それがサービス業等についてはですね、そぐわないのではないかという指摘がなされてきたところでございます。そうしたものを踏まえまして、今般今回の法改正に合わせまして、この定義の拡大をですね、すなわち試験研究費以外のですね、観点も入れたですね、定義を導入したいというふうに考えております。またベンチャービジネス会社の保有年限、これ現在10年とされておるところでございますが、ベンチャービジネスファンドの平均運用期間が12、3年という実態がございますので、そうした実態を踏まえまして、今般保有年限を15年に延長したいというふうに考えております。こうした措置は銀行のニーズをですね、踏まえた制度改正でございますので、こうした措置が導入されればですね、相応の効果があるものというふうに考えております。野上浩太郎君。ありがとうございました。次にですね、その通告ではこの 5% ルールのですね、ことに関連して地域経済のことの質問に入っていく予定でしたが、島尻専務官ちょっとお時間があるということで、ちょっと通告の順番を入れ替えて質問させていただきたいと思います。この法案の5本柱の一つでもあります投資法人の資本調達と資本政策手段の対応の中で、Jリートのことについてですね、質問させていただきたいと思います。Jリートは多数の投資者のお金を集めて不動不動産に投資を行う不動産証券化の一つの形態でありまして、不動産を丸ごと保有することが難しい一般の国民であってもですね、この J リートであれば比較的小口で不動産投資を行うことができます。またバブル崩壊後低迷が続いていた不動産市場においては、資金の出し手としてもですね、これは重要な存在となっておりまして、資産デフレ脱却のためにも資するものだというふうに思っております。今回の法案には J リートによる海外不動産の取得を促すために海外 SPC を介した間接取得についての規制緩和が盛り込まれています。これによりますと、現地に設置した SPC が現地の不動産を取得してですね、Jリートがその SPC の株式を過半以上保有することで、実態的に Jリートは現地不動産を保有できることになります。したがって、実物不動産の売買に比べてですね、様々な点で弾力的に運用ができるということになると言われています。そしてこのことによって、Jリートは今ほど申し上げました国内不動産市場における役割を果たすというだけではなくてですね、国際的な不動産投資を通じて海外の経済成長の果実をこの日本の投資家に還元する重要な一歩となるというふうに考えられますので、今回の改正は前向きに進めていかなければならないというふうに思います。で、そういう中で今回の法案では J リートがですね、海外不動産を取得する際、外国の法令の規定その他の制限により直接取得できない場合に、こうした間接取得を認めるということになっています。しかし、例えば欧米先進国の不動産投資を考えた場合ですね、J リートによる現地の不動産の直接取得の障害となっている事由は、その国の法令で非居住者の不動産保有が直接禁じられている以外にも、それぞれの国の不動産取引の実務に応じて様々なものがあると考えられます。例えばですね、米国においては購入した不動産の敷地内に土壌汚染が発覚した場合ですね、汚染の原因者だけでなく不動産の所有者も
これ多大な損害賠償義務を負う場合がありまして、仮にこの J リートが当該不動産を直接保有していた場合ですね、損害賠償の影響が J リートの他の保有不動産にも及びかねないわけであります。したがって別法人格を有する SPC に不動産を所有させることで、そうした影響をその SPC 持ち分に限定するスキームが必要なわけであります。そこでですね、今回緩和されるこの規制の適用要件の詳細は、今後政令等でですね検討することとなっていますが、その際にはこの改正が身のあるものになるようですね、よく実務の意見を踏まえていく必要があるというふうに思いますが、金融庁の見解を伺いたいと思います。島地に内閣府大臣政務官。はい、この J リートでございますが、投資内容の透明性や規制の実効性の確保という観点から、不動産等の投資対象資産を直接保有するできるということになっております。で、今回の改正案でございますけれども、こうした原則に留意をしつつ、一定の場合に SPC 経由の海外不動産の間接取得というものを認めるものでございます。で、その際の要件でございますけれども、改正案では法令の規定その他の制限により、 J リートが直接不動産取引を行うことができない場合ということにしてございますけれども、これについては今後詳細を政令で規定していくという予定でございます。で、その際には、現地の法令が外資による不動産取得を禁止している場合以外に、どのような障害が現実に存在するのか、また、諸外国における不動産ビジネスにかかる規制や、不動産の流通市場の実態はどうなっているのかについて、実務の意見を踏まえて、さらなる把握に努め、しっかりと検討してまいりたいと思っております。本日、野上委員から、詳細なまた、例も挙げていただきましたので、この意見も踏まえてですね、しっかりと検討してまいりたいと思っております。野上幸太郎君。ありがとうございました。ぜひ J リートがですね、日本の政商に資するような、そういう運営をお願いを申し上げたいと思います。島地政務官、結構でございます。はい、はい、それでは島地政務官ご退席いただいて結構でございます。はい、もう一つですね、この J リートに関連して、お聞きをしたいと思いますが、ライツオファリングについてでありますが、株式会社のライツオファリングに関しては、会社法でですね、新株予約権無償割り当てが認められていまして、その積極的な活用を図るということで、平成23年の金商法で、手続き作業が簡略化されまして、その活用例も増えているというふうに聞いております。そこで今般改正で J リートにもですね、ライツオファリングという新しい資金調達手段を認めていくことが盛り込まれていますが、その意義について、お聞かせをいただきたいと思います。森本総務企画局長。お答えいたします。現在 J リートが増資いたします場合は、公募増資または第三者割当増資の方法が認められているところでございます。ところで、リーマンショック時にはですね、J リートの中で資金調達に支障をきたして破綻したといった事例もあったところでございまして、この資金調達手法の充実といったものがその教訓としてですね、重要になってきております。こうしたことを踏まえまして、今回の改正案では投資主への割当増資、いわゆるライツオファリングを導入いたしまして、資金調達手段の多様化を図ることとしたいと考えております。この J リートといいますか、リートのライツオファリング、海外でもですね、盛んに実施されておる資金調達手法でございます。従いまして、このように資金調達の選択肢が増えますことは、金融環境の変化に対応した J リートのですね、財務の安定性に資するものであるというふうに考えております。野上幸太郎君。ありがとうございます。J リートがさらに安定したですね、投資商になる、そういう課税であると思いますので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。
それではですね、先ほど地域経済に関連した質問に戻りたいと思いますが、経済再生のことを考えるときにですね、やはり、中小企業金融円滑化法が、3月末で切れましたが、これへの対応というものも大切であります。自民党ではですね、3月に関係部会調査会一体となってですね、決議をいたしまして政府に申し入れているところでありますが、やはり主力とかね、市区のあたりの状況では非常に重要だというふうに思います。そこでまずですね、現在の中小企業の資金繰りの状況ですとか、あるいは金融機関の融資姿勢を政府として今中小企業金融等のモニタリングに係る副大臣会議というのも開催されているということでございますが、どのように把握をされているのかお伺いをしたいと思います。細溝監督局長。円滑化法の期限が3月に到来いたしましたが、その後の金融機関の対応や中小企業の実態の把握につきましては、今委員ご指摘のとおり、中小企業等のモニタリングに係る副大臣等会議というものを3月に設置して関係省庁を連携して行っております。第2回会合が4月18日、第3回会合が5月30日に開催されておりました。これらの会合において報告されました各省庁に、関係省庁による各業界、これは借り手業界でございますが、に対するヒアリングの結果、あるいは金融庁による金融機関に対するヒアリングの結果が報告がございました。金融機関の融資姿勢、貸付条件の変更等への対応姿勢、あるいは中小企業の資金繰りの状況、これにつきまして円滑化法施行期間中の3月末までと4月5月では大きな変化は見られていないという報告が各省からもあったところでございます。野上幸太郎君。今お話しありました通り、今のところですね、地元回っておりましても、その銀行の融資姿勢に大きな変化があるということはないようでございますので、この状況を続けていただきたいと思うんですが、一方でですね、なんていうんですか、この景況感が回復をして、中小企業、小規模事業者が、再生をしていくということにも、まだまだ遠い状況だというふうに思っています。で、ここの再生を進めるためにですね、政府としては、その税理士や弁護士や地域金融機関を認定して、認定支援機関に認定してですね、中小企業の経営改善計画の策定を支援する体制を構築しているということでありますが、現時点でですね、この経営改善支援センターに寄せられた改善計画や申請書は何件あるのか、お伺いをしたいと思います。また併せてですね、この認定支援機関に認定された税理士弁護士が中小企業の情報を得るルートがなくてですね、税理士弁護士と中小企業小規模事業者とのマッチングが、なかなか進みにくいという指摘もあります。こちらに税理士の西田先生もおられますが、このマッチングをですね、できる限りこう推進していく取り組みもですね、進めることが大事だと思いますが、お聞きをしたいと思います。中小企業庁富田次長。お答え申し上げます。議員ご指摘いただきました経営改善計画策定支援事業でございますけれども、この実績につきましては、3月の8日に、受付を開始をいたしまして、5月24日までの間に、相談件数が、1413件、申請件数が64件、支援決定件数が41件という実績になってございます。私どもとしてはこうした制度をさらに広くご活用いただくための努力が必要だと考えてございまして、施策の周知徹底と合わせまして、議員がご指摘いただきましたような中小企業小規模事業者と認定支援機関とのマッチングの機会、これを仕組みとして作っていくということが大切だと思っております。で、私どもといたしまして、まずこれまでも経済産業局が開催をする認定支援機関向けの施策説明会、あるいは認定支援機関相互の連携を構築するための勉強会、これをもうたびたび開催をさせていただいておりますけれども、今後はこういった場をですね、活用いたしまして、中小小規模事業者と認定支援機関とのマッチングの機会を設けていきたいというふうに考えてございます。それから合わせまして、私ども今中小企業小規模事業者、それから専門家がご活用いただける IT を利用した支援ポータルサイトの構築を今進めてございますけれども、そうした中におきましても、中小企業、小規模事業者と認定支援機関を含む専門家が、一定のコミュニケーションを形成する、あるいはマッチングの支援をする、そういった機能をですね、
追加をしていきたいと思っております。いずれにいたしましても身近に相談ができる支援体制をしっかりと構築していきたいと、このように考えております。野上幸太郎君。はい、まあ、今お話ありました通り、申請件数は今のところ64件ということでございます。まあ、この円滑化法を利用している企業はですね、まあ、大体3、40万社あって、そしてうち生成支援を必要としているのは5、6万社と。でこの改善計画づくりの報酬として予算としてはまあ405億円、まあ、1社当たり200万ですから、まあ2万社ということですかね、2万社分が用意されているということでありますので、まあ、そのうちの64件ということになりますと大体まあ 0.3% ということでありますので、ここはやっぱりしっかりと、ね、加速をさせなければならないというふうに思いますし、ぜひですね、まあ、税理士や弁護士が有効に力を発揮できるような、今の言ったようなですね、施策を加速をしていただきたいというふうに思います。そしてまあそれはやはりですね、中小企業小規模事業者の再生において、まあ、計画のみならずやはり資金をね、になっていくという地域金融機関の役割はこれは極めて重要だと思っています。でそのコンサルティング能力を高めてですね、企業と一緒になって、経営改善支援をするとともに目利きの能力も高めて、そして適切なリスク管理のもとにですね、新規融資に取り組む、あるいは経営改善を含む図るための条件変更策に対しては弾力的な追加融資が適切にですね、実行されることが重要であると考えますが、金融庁としてどのように取り組んでいくのか、麻生大臣は日頃金融庁は金融処分庁ではなくて、まあ金融育成庁だとこういう力強い発言をされておられますが、麻生大臣のご所見を聞かせたいと思います。麻生担当大臣。野上先生のご指摘のありました通りに、これは地域の金融機関におきましては、いわゆる企業をコンサルトする、そういったコンサルティング能力の向上、そしていわゆる、経営を改善していくような支援等々をきちんとさせる、またある程度リスクを取らないとできませんので、ある程度のリスク管理の下で新規の融資とか経営改善への支援にためには追加融資がいるというのであれば、その追加融資等々を実行なんということは求められていくだと思っている。特に景気がこう復興していくときには資金繰りが追いつかなくなってきますので、これまでと違った別の意味の資金がいることになろうと思います。そこで先般4月の30日に事務年度の監督方針というものを改正をしております。読み上げさせていただきますが、日本経済がデフレから脱却し力強い成長を実現していくため、金融機関は顧客企業と向き合い、顧客企業の経営改善や事業再生に向けた支援のみならず、適切にリスクを管理しつつ、新規融資を含む積極的な資金供給を行い、顧客企業の育成、成長を強力に後押しするという金融機関の本来果たすべき役割を一層促していくことが求められていると明記をして、こういった支援をきちんとやっていくんだということを促しております。いずれにいたしましても、今後検査とか監督をしていくところにおきまして、以上申し上げた点等と重点的に配慮しつつ検証し、金融機関の取り組みを中小企業なり地域経済活性化に資するような方向で促していきたいと思っております。野上幸太郎君。ぜひですね、そういう方向でやはりお願いしたいというふうに思います。次に地域経済に関連して住宅政策についてですね、お伺いをいたします。まあ、これからの景気回復を考えるときにですね、まあ、景気が腰折れしないようにするためには内需が重要でありますが、やはりその柱の一つはですね、この住宅でありまして、大変こう経済効果がね、波及効果が大きいわけであります。前回の消費税増税のときもですね、約2割弱の着工件数が減少したということであります。今回もこのようなことがあるとですね、やはりマクロ経済に大きな影響が及びますので、ここをどのように対処していくのが重要な視点であります。政府与党は平成25年度の税制改正大綱で、住宅ローンの拡充と合わせてですね、給付措置を
講ずることとしておりますが、やはりこの住宅投資の縮小を防ぐにはですね、給付額はこの減税措置と合わせて、消費税負担分をかなりの程度緩和できるものが必要だと思います。またローン減税の効果が限定的な所得層ですとか現金購入者も含めた幅広い層を給付対象にすることですとか、さらには過度な性能等の要件をかけずに幅広い住宅を給付対象にすることが重要でありますし、なるべく速やかにその概要を示すべきであると思いますが、その取り組み状況と所見を小渕副大臣にお伺いしたいと思います。お答えいたします。住宅 の取得者に対する給付措置についてでありますけれども、与党の税制大綱におきまして、所得税に加えて住民税による、住宅ローン減税の拡充策を講じてもなお効果が限定的な所得層に対して、別途良質な住宅ストックの形成を促す、住宅政策の観点から、適切な給付を講じるとされたことを踏まえて、現在ですね、政府におきまして、住宅ローン減税の拡充の効果等を検証しつつ、検討を進めているところで、あります。その具体的な内容でありますけれども、与党税制大綱におきまして、遅くともこの夏にはその姿を示すとされていることを踏まえて、一定の周知期間というものが必要でありますので、できるだけ早期にお示しするように努めていきたいと考えております。戸上浩太郎君。ありがとうございました。ぜひ内需の柱を、支えることができるようなそういう制度設計にしていただきたいというふうに思います。次にですね、法案の柱の一つである金融機関の秩序ある処理の枠組みについてですね、質問をいたしたいと思いますが、リーマンブラザーズの破綻以降、国際金融の中でですね、重要な金融機関が破綻すれば実体経済に大きな影響が及ぶということは明らかになりました。そういう意味で今回もですね、こういう有事に対する備えをしておくという観点でですね、この改正がなされるわけでありますが、やはりこういう大規模な金融機関ほどですね、こう事前にですね、その国際的な協力関係ですとか調整をしていかないとですね、その枠組みというのはなかなか機能しないということがこれまでも明らかになってきているというふうに思いますが、国際的なですね、準備ですとか将来の備えについてですね、金融庁としてどのように考えているかお聞かせいただきたいと思います。麻生大臣。これはご指摘になりましたとおり、リーマンブラザーズの時は一番いい例だと思いますが、アイルランドが一番適切かと思います。アイルランドの対 GDP 比の財務は確か 20%、 日本の 200% のちょうど10分の1ぐらいだったんですが、アイルランドは財政破綻しました。理由は何かといえば、民間の銀行がサブプライムローンなるかなり怪しげな商品にみんなで手を出して被った被害で全銀行倒産ということになりましたので、アイルランドとしてはその全銀行を救済するために全銀行を国有化、それにかかった経費で結果的にアイルランドも財政ということになったが極端な例ですけれども、一番景気の内容等々当時から見ると最も良かった国の一つがたった一発でドーンといったという例を見て、各国としてこれは何らかの対応せねばならぬとなったのが、この金融危機にというものに対する意識が変わった点だと思っております。でこのことから国際的にシステム上重要ないわゆる金融機関などに対しては、危機時の金融機関及び当局の対応について再建するとか処理計画とかいうのは策定すること、そして関連する主要な海外の当局等と債権処理計画を含めた危機時の対応というものに対して国際的に定期的に議論をすることなどが、G8 じゃなかった G20 においてこれが決められた内容だと記憶をいたします。そういう金融庁としては今回のこの法制度整備を踏まえた上で海外当局等々も連絡を一層密にして、仮に将来、新たな金融危機等々が、国際的に起きた場合においてはこれに適切に対応ができるようにあらかじめ十分に備えておくというのが一番の背景であります。野上浩太郎君。時間が回りましたので終わりたいと思います。ありがとうございました。